第6話、不自然な世界、または都合が良すぎる世界。あなたはダーウィンの進化論を学校の授業として教えられた時に違和感を覚えませんでしたか？我々人類が小さな哺乳類から進化して現代の文化的水準に達したことを信じられましたか？私は現代人は誕生した時から現代人だった気がしていました。ただ知識だけが進歩、進化して人間についてきたのだと思います。その方が自然だと思います。何十万年もかけて進化したのに人類の歴史がせいぜい何千年くらいしか伝わっていないのが違和感を感じます。そして今の世の中を作るのにあまりにも偶然と都合が良いと感じるのです。普通は物は時間が経てばエントロピー、混沌が増大して崩れるか混ざるか薄まるか、とにかく分散に向かいます。そしてもし偶然や奇跡を生むとすれば、その役割が特異点と言えます。現代の文明や文化は人類が特異点となり進歩発展してきました。そこには多くの意識が介在しました。意識が介在しないと世の中は自然の営みにより自然物理学での事象を生むに決まっていると思います。猿はどこまで行っても猿で、変化するとしても絶滅の方向が一番可能性があると感じます。そうだとすればやはり誰かが人間を作ろうと考えないと人類は誕生しないと思えます。それが特異点、意識が物理的事象に影響を与えるものだと認識できる理由です。偶然や奇跡や運が良いなどと私たちは一喜一憂しますが、偶然というものは物理的になく必然が自然界を動かす物理仕組みに働いています。偶然は必然なのです。ところがどうでしょう、話は戻りますが、私たち人類が現在この世界に存在しているのは偶然の必然だと言えますか？人間が生物で生態だから神秘的に思えるかもしれませんが、人間も車も時計もロボットも生物か機械かの違いで、本質は精巧に組み上がった物体なのです。唯一の違いが精神や意識の介在があるかないかだと思います。現在の AI が発展をして意識に近づくことはあると思いますが、人間の魂の領域までは難しいと思います。プールの中に自動車の部品を入れてかき混ぜて自動車が偶然組み立て完成する確率よりも難しいと思います。よってこの世は我々人類が文明を認識した時点から都合の良さを感じながらも、都合よく辻褄を合わせて現在に至っているのです。歴史の中でもたまにこの矛盾に気づき、皆に周知させようとした人間が宗教という形でしか表現できなかったのかもしれません。または異端児、狂人、虚言不意調者などと非難されて抹消されてきたのです。これで今回の私の話は終わります。次回は私の身の回りでも起きている具体例で世の中の不思議さをお伝えします。